れた？疲れた？べちょべちょ。誰のそのよだれは？よだれだか水飲んだか。体力負けしてるな。あ、でも頑張ってる。危ないよ。ヤマト言い疲れるわ。おかげさまで。今だってもう散々ここでぐるぐる回って遊んでた後よ。もうちょっとラッシュも相当疲れてるはずなんだけど。うるさい。小春はこれだけでも今日疲れてる。そうだ、きっと見てるだけでね。もう疲れてるわ、ほら。ヤマト疲れた。ラッシュも疲れた。普段ね、こんな風に。ドッグランに行ってもお縄にしちゃうでしょ、他の犬のところに行くから。それ何つけてんの、そのこれ。これ懐中電灯。あ、そう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 。へえ、すごいじゃん、レスキューの。あ、そう、これはあの一応そう、そういうなんだっけ、ドイツの警察犬で使っのに訓練の時に使うって。へえ、すごいね、かっこいいね。黒に合うね。で引っ張れるんですよ、ここで。ああ、そうかそうか。支えが効く。ああ、そうか、いいねこれね。なのでヤマトみたいな他の子に飛びついた時にはもうこれでグッと。で、あのこの前テレビで見て、やっぱこのメーカーが出してるここまで胴体のはあのシェパードをのあのつけて、うん、ヘリコプターに乗ってそのままパラシュートで降りて救助に行って。あ、そう。そんななんだ。シェパードがちゃんとね、おとなしくこう背負われて、うん、一緒にパラシュートで降りて。へえ、すごいね、見てみたい。ラッシュ、ラッシュどうしたの。それぐらいこれをしっかりしてるみたいで。二人がかりか。二人がかりでもうね、疲れてるからもうなすかまま。頑張ったね。上側、こちらの方なので、うん、上。あ、何ですか。服部さん、うん、何？出勤なんだけど10時くらいまで来ないと留守になっちゃうから。うん、あの何の出勤？新聞。あ、新聞ね。うん。